はい、どうも、MK2 のマッチョでございます。はい、というわけでね、 AKB48 グループリクエストアワーセットリストベスト50/2020終了いたしました。はい、というわけでね、今回もドラマチックなランキングになったんじゃないかなというふうに思いますけどね、懐かしい楽曲もランクインしてたりとかもして、すごいね、個人的に嬉しかったんですけどね。はい、というわけでね、まずは50位から26位ランキング、こんな感じになっております。はい、ということでね、ここ自分の好きな楽曲たくさん入っててすごい嬉しかったんですけど、47位から42位まではね、ちょっと個人的に最強かなというふうに思うんですけどね。まず47位のアイスの口づけ、あの、私はあなたをアイスのみということでね、これ AKB48 では自分はユカルン好きっていうのもあってですね、まあ今年もアイスの口づけ見れたのはね、すごい嬉しかったんですよね。そして46位、 NGT48 ですね、春はどこから来るのか、こちらランクインということでね、もうちょっと上位入るかなっていうふうにも思ってたんですけど、まあただね、トップ50入るだけでもすごいなっていうふうに思うんでね。そして、43位の青春時計、42位の世界はどこまで青空なのかということで、 NGT48 が連続でランクインということでね、まあ青春時計はね、あのリカちゃんセンターっていうこともありましたし、自分もね投票したので、いや、なんかあの今年も無事に見れてよかったなというふうに思いましたね。あとはね、あのたまーにめっちゃ聞きたくなるんですけど、30位ですか、法定速度と優越感、これ好きなんですよね。癖になるというか、ライブでもすごい盛り上がりますよね、この曲ね。さあ続いてトップ25から1位、こんな感じになっております。意外だったのはね、24位の赤ピン、赤いピンヒールとプロフェッサー、もうちょっと上位来るかなっていうふうに思ってたんですけどね。うん、まああとは20位のチェインオブラブ、この曲大好きなんですよ。まあ他の動画でも多分言ったことあると思うんですけど、ランクイン個人的にめっちゃ嬉しくてね、あの映画の主題歌にもなってるんでね、ぜひ聞いたことない方は聞いてみるのもいいのかなというふうに思いますけども。そして19位、下の名で呼べたのはということで NGT48、 やっぱりこの曲は特別ですよね。うん、なんかこうメンバーの思いもこもっている楽曲ですし、ファンの思いもこうあってね、19位ということで、まあなんか今回もそれが見れて素晴らしいなというふうに思いましたね。16位、桜色の空の下でということで、これ懐かしいですね。まさかこの楽曲が入ってくると思わなかったんですけど、まあでもこれ本当に隠れた名曲だと思ってるんで、まあ、こういう名曲がねランクインしてくるのがこうリクエストアワーのいいところなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。あんまり聞いたことないなっていう方はたくさんいると思うんで、これを機にねぜひ聞いてみてください。さあ我らが NGT48 の代表曲 MAX 時315号、こちらは今回は第10位ということでね、あのパフォーマンスではセンターのね高倉萌香さんの場所を開けての披露ということになりましたけどね、まあしっかり直して帰ってきてほしいなというふうに思いましたね。そして今回の1位はロマンティック病ということで、 NGT48 の今日負け、今日は負けてもいい、こちらは2位という結果でございました。いやー、おめでとうございます。いや、自分もね今日負けは投票しましたけど、なんか今日は負けてもいいという楽曲にぴったりの2位というかね、これもなんかまた何か感じさせるものがあるというかね、うん、こういろいろありましたけど、今日は負けてもいい、次は勝てるようにみんな前向いてね頑張ってると思うんで、なんかそんなメンバーに今ぴったりな楽曲なのかなというふうに思いますよね。そういうの考えるだけですごい泣けてきちゃうなというふうに思いましたけど、ファンもそうですけど NGT メンバーもね、この楽曲に力もらってるメンバーはたくさんいるのかなというふうに思いますよね。また一つね NGT48 にね新しい歴史が刻まれたんじゃないかなっていうふうに思いましたし、ものすごくこうやっぱりなんだろう、いろいろありましたけど、まあ、NGT48 愛がねみんな強いなっていうのを今回のこの2位という順位でねすごく感じましたよね。はい、というわけで今回 NGT48 から4曲かな、4曲ランクインということでした。さあそしてね、最後にサプライズもありましたけども、 AKB48 57枚目シングル発売決定でございます。は
はい、ようやくですよ。3月18日リリースということで、選抜メンバーこんな感じになっております。 NGT48 から本間日向さんが選抜に選ばれましたけども、そして今回のセンター山内瑞希さんということでね、まあ、いよいよ来ましたね、ズッキーの時代がということで、いやなんかこれから楽しみだなというふうに思いますよね。あとは個人的にはね、せいちゃん、福岡せいなさん、多分ティーチャー以来の選抜かな。いやなんかこう毎回選抜発表があるたびにね、こう選抜への思いがすごく強いのに、こうなかなか報われずにね、悔しい思いをしてたせいちゃんなんでね、いやなんかすごく嬉しかったなというふうに思いますね。さあ3月18日発売ということで、まあ今後ねいろいろ情報出てくると思うので、要チェックかなというふうに思っております。握手会も決まったのでね、考え抜いてね、握手会誰に行こうかとかね、そもそも参加するのかとかね、考えていこうかなというふうに思っております。そしてね、結構大きなニュースもありましたね。AKB48、HKT48、そして NGT48、こちらのねマネジメント会社変更のお知らせということで、AKS の方からねお知らせがありました。この度弊社は経営運営体制の強化効率化を目的に、直営の48グループを独立化させ新会社にて運営することを決定しました。なお株式会社 AKS は社名をバーナロッサムに変更し、48グループに関するマネジメント業務は行わず、新規事業を行う予定ですということでございます。はい、新会社設立ということで、株式会社 AKB、 こちらは4月に設立予定ですね。そして株式会社 HKT、 そして株式会社 NGT、代表取締役はなんと岡田さんということでございます。岡田さんっていうと記者会見のイメージがものすごく強いんですけど、まあ3月からもう設立して動いていくということになりますけどね、運営会社が変わるということで、まあちょっと遅いぐらいかなっていうふうに思いましたけど、まあ運営の体制強化を目的に新会社設立ということなんで、これがいい方向に向かってくれるといいなというふうに思いますよね。まあ独立採算っていうところで言うと、まあ採算取れなかったらとかそういう問題も出てくるだろうし、まああとは本店の選抜にこうグループ入れた時はどういう感じになるんだろうとかね、まあなんかすごくいろいろ難しい問題も多そうだなっていうふうに思うんですけど、まあただね、すでに SK と NMB かな、はそれで動けてるんで、まあ大丈夫なのかなというふうに思いますけど、これきっかけにね、しっかり運営体制強化してもらって、まあまずはね、今後あんな事件が二度と起こらないようにしてほしいなっていうところですし、まあ何よりしっかりメンバーを守ってあげれる運営体制になってほしいなというふうに思いますよね。さあ、そして、まだまだニュース続きましたね。いよいよ48グループのメンバーも続々と YouTube を始めてくるということで、まあ今までね、桜さんとか、あとは吉田あかりさんとか、アンチュとかね、俺らとか、友永さんとかね、たくさん YouTube 始めてましたけど、いよいよさらにそれが拡大してくるということで、向井地美音さん、茂木しのぶさん、あとは村山ゆりさんと岡田奈々さんのね、4人のグループチャンネルをね、筆頭に、ゆきりん、柏木ゆきさん、中西千織さん、倉野成美さん、そして坂口渚さん、そして横山由依さんがね、すでに解説が決まっているということでね、今後続々と YouTube チャンネル出てくるのかなというふうに思うんですけども、ファンとしてはものすごく、まあ見れる場が広がるんですごく嬉しいんですけど、まあその反面ね、一 YouTuber からしてみると、脅威でしかないというかね、まあただでさえ芸能人の方々が YouTube 参戦どんどんしてくる中で、いよいよ48グループも参戦してくるとなると、ちょっと本当に自分たちも今後もっともっと頑張っていかないとなっていう風にこうかきたてられるというかね、ちょっと怖いな、頑張っていかないとなっていう風にね、思うのでね、まあ、今後もぜひね、私どものチャンネルね見ていただければなという風に思っております。さあというわけで、まあ久しぶりにいろいろありましたね。まあ、ちょっと長い動画になってしまいましたけども、ぜひね、今回のリクアワだったりとか、新曲運営の体制変更だったりね、YouTube チャンネルの参加、その辺ぜひコメントでどう思ったか、コメントしていただければというふうに思います。はい、というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも、まちでした。